サウンドジュリアです。前回の動画はですね、著作権の侵害ということで停止されてしまいましたので、今回は、テレビの YouTube アプリで YouTube を視聴します。その音を直接純正のこのテレビのバースピーカーと光デジタルアウトを、音響の CRD2、 こちらの CRD2 は元音響の技術者の方が改造しましたので、オリジナルとは異なっています。こちらで DA 変換したものを、JBL の 4312M2、 こちらは私が改造しまして、中の線はウェスタンエレクトリックの配線に変えてあります。あとネットワークも少しいじっております。それと、ちょっと前に作りましたこちらのダイヤトーン DS4NB70 用の、特殊メタル製のスタンドに載せて音出しをします。こちらのチャンネルなんですが、スタジオプレステージっていうところ、知り合いでも何でもないんですが、ヴィンテージ機材を使った録音ということで、なかなか臭い音がしますので、まあ、機材もなんか本格的ですし、こちらをちょっと視聴して聞き比べてみたいと思います。結構臭い音が出て面白いです。先に、4312の改造品から聞いてみます。今度はテレビの、バースピーカーに変えます。
今鳴ってる方はテレビのバースピーカーなんですが、こちらの方はちょっとドンシャリというか現代オーディオっぽい音で、ウエスタンの使った改造品の4312の方はちょっと懐かしくて中音域が濃い臭い音っていうか、まあ、テレビで YouTube を見ているとは思えないような音だったんじゃないかなって思います。まあ、なかなか面白いので、遊んでおります。今日は以上です。